クールチャンネル始まるよー。イエーイ。新のメガネは年末年始何したの？東京です。年末年始東京。じゃあ何、東京で年始を迎えたんですか？そうです、東京で年始を迎えてですね、飲んでくれてもう飲んでくれてましたね。チャラ社長もさ、ワイハーでさ、ワイハーでね、もう今年もちゃんと黒くなろうと思ってもうしっかり焼いてきたよ。しっかりね、今の時期焼いてる人いないですか？いないからね。いないやっぱりなんか日焼けサロン行くよりもさ、はいはい、俺は天然で焼きたいんだよね持たない、日焼けサロンに行くっていうのが。だったらちゃんとなんか海の音を感じながら、まあ、リフレッシュもできますしね。だけどやっぱ携帯もさ鳴らないし。あ、最高ですね、うん、だからいろいろなんかその2023を振り返ったりとかさ、はいはいはい、まあ、今後会社として企画をどうしようかなってたくさん考えたわだから全然リフレッシュできなかった意外と暇だから考えるじゃん。いや、まあそうですね。そうだからもう本当だからいい時間になったよね。あ、それはね、たまにやっぱ止まって考えるのってすごく大事だよねうん、泊まりながら日焼けしてるわけですからね。そうそうそう、いいよね。それはいい、有効活用かもしれない。有効活用でしょ。ですごいね、あのハッピーニューイヤーになるタイミング、街中花火、もう至る所で、至る所で、いいな、それはすごい。まあ、ただすごいけど、まあまあ臭いし、うるさいしもう全然寝ないのもうこのクラブの音楽みたいな、オールナイトパーティー、ドッツドッツドッツみたいな感じでさ最高です、ね、すごい、もう全然寝れない。日本は静かよ、ほんと。日本静かだよ。ゴーンっつって。そうだよね、うん、だから早くお餅とか食いたくなった。ああ、それはね。そう、だから俺は年始の一番初めの食べ物はロコモコでしたってことで、ね、今回ね、新しい企画でこれです。フクペロ動物マスコットフィギュア。フクペロ、フクペロ、フクペロって服？ふっくり、ごめん、フクペロ動物マスコットフィギュアフクペロね、ふっくりほっぺがとってもキュート。なるほどね。そう、これ可愛いね。いや、これね、ほんと顔があざといですよ。あざといで、これね、ふんわりマシュマロンさんの作品で、ヨーモンフェルト作家さんね、すごい可愛かったんだよね。確か、トラだったんかな。はいはい、え、トラ年っていつだっけ。ねえ、牛、トラ、ウー、タツか。だから2年前だ。2年前だ。だから2年前にそのタイミング出したのかな。ああ、なるほどなるほど。それがめちゃくちゃあざとくて可愛かったんだよもうね、ペロってね。そう、もうペロペロいやね、ペロ、うん、でもベロもさ、ペロって出てるからさそうそうそう、それも可愛くて、トラ以外の動物も一緒に商品化したいなってことで、はいはいはい、あの全6種類で今回展開するってことだから結構ボリューミーだね。すごいですよ、うん、これで一個一個紹介しようかな、うん、まずね、メインのトラ。すごい、そうで、これね、トラ彩色ももちろんそうなんだけど、これ目が別パンになってるからさ。あ、本当だ。だから光沢感がある。へー、うん、フロッキーって基本的には通常の PVC のフィギュアと同じなんだよね。でその上からフロッキーをかけるっていう感覚だから、そう、ただフロッキーがあるからフィギュア用となんかちょっと手触りが、はいはいはい、やっぱ違う。いや、全然違うよ。なんか重みもなんか違う感じんだよね、うん、感じる感じる。フィギュアよりなんか丁重に扱いたくなりますよね。そう、不思議だよね、うん、みんな触ってほしいくらいね、いいよね。で今回やっぱり、ね、サイズも大きいからさ、大きい大きい、うん、でこのあざとい感じ、うん、あざといわね。彩色ももちろんしっかりしてるしね。オリジナルやつはもうちょっとでかいですよね。でっかい、でかいですよね。まあでっかいやつは今回ちっちゃくガチャ用に。すごい可愛い、うん、ガチャっぽいですよ。可愛いね、うん、本当に。で続いてがウサギ。ウサギも可愛いなちょっとなんだろう、間抜けな感じもあるじゃんはいはいはい、うん、うんうん、間抜けですね。なんかそれがいいね。ほっぺのチークの感じとかもさ、いい意味で田舎感っていうかさ、はい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 、もうなんか醸し出してて、うんうん、まあ、すごくなんか親しみやすいっていうかさなんだろうね、いいよね。確かにね、親しみやすいかも。親しみやすいよね、うん、親しみやすい。なんだろうね、うん、いいね。なんか自分たちに何か訴えてる感じがするじゃん。はい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 、ご飯食べたいなー、ね、ご飯食べたいなそんな感じするよね。するする、かわいい。で続いて猫かな、これ。にゃんこだね、黒猫だね、今回ね。黒猫ね、うん、尻尾もね、ちゃんとね、虎模様っていうかね、ほんとだ、柄はついてんだけどね、フロッケちょっと見えなくなってるけどね、はいはいはい、うん、肉球もちゃんとついてて、いや、目のほんとにね、先ほど言ったけど光沢感があることによってね、魂が入った感じっていうかね、はいはいはい、はい、うん、そういったあのフィギュアになってるかな。確かにね、目が強調されますね、うん、そうだね、うん、で続いてね、カワウソ。カワウソ、かわいいね。カワウソ長いね。長い。結構今回造形違うんだけど、顔のサイズを一緒にしたの。はい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 、はい、うん、で一応顔のなんだろう、ちょっと若干角度も統一して、はいはい、最初で角度とか違かったの。要はフェルトの場合だとさ、首が作業だから若干向きが違うから、フィギュアにすることで全部統一して修正して今回商品化させてもらってるから、若干右の方に傾いて、はい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 、もうみんなね、そう、綺麗に傾いておりますよ。そう、そうするとね、統一感というかシリーズ化しやすいかなと思って、はいはいはい、うん、確かにね。で続いてベアだね、クマ
ベア。なんか今年すごいクマ出てるって言うけどね。あ、そうなの。八王子とかも出たりするじゃん。そうなの。そうそうそう、全然クマ情報入ってないです。本当に今年クマすごい出てるってね。やっぱね、今年年末年始暑かったもん。いや暑いよね。暑いよ年末年始ね。まあ暑いって俺ハワイいたからさそりゃそうだよ。いや本当ね、うん、本当は暑かったですよ。暑かったんだね、うん、で最後ね、これハムスター。ハムスターだけちょっと小ぶりな感じだね。一番ペロッとしてますよ、これね。かわいい、ね、あーかわいい。もう横のサイズが違う。本当だ本当だ。ほらちょっとかわいくない、これ。横見るとほらちょっとハムちゃんだけ。あ、本当だ、小ぶりですね。やっぱり小ぶり、尻尾も短いからね、ほら、はいはい、カワウソと比べてもさカワウソでかいね。でかい、こういう感じもいいね。あーいいね、フロッキーやってるから乗りやすいです、ね、乗りやすいよ、ほらほら。かわいいね。かわいい、うん、そうやなんかちょっと子供みたいなねあー、なんかちょっとつぶつぶみたいになってきた。あ、ほんとだ。え、かわいくね。だいぶかわいいっすね。え、これやっぱそれは重たいんじゃない、ちょっと。あ、ほら、かわいい。これさすがにいけるよ、これすごい。あ、すごい、すごいすごい、わ、すごいすごいすごい。これちゃんともっといけそう。カワウソを下にやったらもっといけそう。わあ、いいねこれかわいいよね。かわいい、あ、うん、本当だ、みんなやっぱ傾いてるからかわいいわ。かわいいね、そう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 、うん、かわいいかな。やっぱ首傾けるだけでね、ちょっとなんかメッセージ性っていうかね、躍動感がつくもんね、うんうん、なんか走ってますもん。そうそうそう、うん、でね、こちら1月発売、全6種400円で展開する予定なので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのはブクペロ動物マスコットフィギュアでしたブクペロだよー、よろしく。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。